おはこんばんちは、伊藤です。ついに、この時が来てしまいました。モンスターハンターライズ、最後のイベントクエスト。その内容は、体験版で対峙した相手、おさいづち、玉三つ目、まがいまがどの修行。体験版では、15分という制限がある中、最初にして最難関という鬼畜クエストでした。今回配信された、あの日の思い出は、フルで戦えます。最初、この掛け火虫を使った時に、私は 3D 酔いをしてしまい、このゲームできないかもと思ったのも、今となってはいい思い出。昔からモンハンをやっているくせに、基本的に 3D のゲームは弱いんです。本日は、モンスターハンターライズが発売されてから、ちょうど1年。そんな私も、今では操作感にもなれ、ラスボスもクリアし、一人前のハンターになれたと自負しています。改めて、最後のイベントクエストと思うと、目頭が熱くなりますね。きっと、花粉症のせいではないと思います。さて、まずは、おさいづちから。体験版では、個別の討伐クエストはありましたが、今回は3回連続修行なので、1回あたりの体力はかなり低いと思います。連続修行と相性のいい、たくさん頑張ってきても良かったのですが、最後ということで、これまで一番の世話になった結構ルーランできています。対峙した感じだと、超強化個体ではなさそうですね。なので、かなり遊びやすい難易度のクエストになっている感じです。サンブレイクに向けて、超強化個体でも良かった気がしますが、いろいろな優雅層に配慮した結果なのでしょうか。これまで、超強化個体で腕を磨いてきたハンターたちには、少しぬるいクエストになっているかもしれません。逆に、おさいづちの超強化個体は見てみたかった気もします。先週発表された、サンブレイクの情報で、1.5 の足が確認されているので、おさいづちや、ライズで初登場したモンスターの足もゲルと予想できます。ついでに、サンブレイクの発売日が、6月30日と、発表もありました。夏と言われていたので、夏休みの期間に合わせてくるかと思いましたが、意外と早かったですね。あとは、ルナガドンの狩猟風景や、追加モンスターの情報もありました。ルナガドンは、もっとオドガドンみたいな感じかと思っていましたが、オドガドンをさらにパラー系にした感じで、とてもかっこいいビジュアルです。さらに、普段ケンシュタインか、オーゲルをモチーフとした、ガランゴルムという、新モンスターの発表もありました。予想していた通り、ドラキュラ、狼男、普段ケンシュタイン、オーゲムと、西洋の代表的な妖怪が揃いましたね。ガランゴルムをオーゲムとした場合、普段ケンシュタインっぽいモンスターも追加されるかもしれません。近いのは、おさはぎ系のモンスターでしょうか。おさはぎの足や、火星型のモンスターかもしれません。そして、ライズでは超巨大モンスターが出ていないですが、西洋にはジャイアントという巨人の妖怪もいます。寒冷群島には、ゾガ、マグナガオスの死骸がありますが、この伏線が回収されるのでしょうか。他には、カボチャの妖怪、ジャックオーガンターン、メデューサ、セイレーンなど多くの妖怪がいます。そして、プロモーションビデオの最後に少しだけ登場した、復活モンスター、ライゼクス。私は、モンハンクロス、ダブルクロスはプレイしていないので、ライゼクスと対峙するのは初めてとなります。ライゼクスのモチーフは何なのでしょうか。奇獣種ですが、昆虫をモデルにしているモンスターみたいなので、モチーフも気になるところですね。もしかして、メルヘナこと、ドラキュラを取り巻く、月はルナガドン、そして雷はライゼクスという構成でしょうか。そう考えると、3体同時討伐で、この組み合わせのクエストとかも来るかもしれませんね。まだまだ発表されていないモンスターもたくさんいると思うので、これは楽しみですね。そして、舞台は海を渡って、エルガドへ。ロンリーネさんのお姉さんと言われているキャラクターの名前が、フィオレーネであることが発表されました。明言はされていませんが、もう互換的に、姉妹確定と思ってもいいでしょう。さらに、謎に包まれた受付嬢、チッチェ。私、ここでは受付嬢ですから、というセリフや、提督や騎士長が刻まれる光景からも、
その棺は秋型。ただし、ヨモギの伏線もあるので、ヨモギとチッチの関係にも注目したいところですね。まさか、息は食べたしまいなんてことがあるのでしょうか。見た感じ、ヨモギの方がお姉さんに見えますが、その顔立ちは全然違います。ヨモギは、日本人っぽい顔立ちなのに対して、チッチは西洋人っぽい顔立ちです。さすがにこれでしまいと言われるのは、無理があると思います。普通に考えれば、エルダドラ王国なので、チッチがエルダドの王女なのでしょう。果たして、ヨモギの出生の秘密の伏線が回収される日は、来るのでしょうか。サンブレイズのストーリーにも期待したいところです。こんな話をしていたら、玉三つ目ももらっていますね。はい、お疲れ様でした。弾を補充して、最後の敵のところへ向かいます。最後の敵は、やっぱり、パッケージモンスター、ライズの顔、マガイマガロ。体験版では、倒せないとリタイアした人が続出したクエストでしたが、我々は強くなった。強くなりすぎた。きっと、マガイマガロが慣れてる猫に見える方も、いるのではないでしょうか。でも、個人的には結構、ウォーモンスターだと思います。モンハンワールドの、ネルギガンテに似たモンスターでもあるので、いつの日かコラボしてほしいですね。設定としては、百竜夜行の時に、他のモンスターを食らいに来るという、設定だった気がしましたが、後半では単体での討伐クエストが多かった気がします。固有級生物ですが、恐れるマルハタタヒメやイブシマキヒコにも、恐れることなく果敢に立ち向かったり、序列でもかなり優位のモンスターなのでしょう。果たして、サンブレイズで、虫や二つ松木のマガイマガロは実装されるのでしょうか。そもそも、サンブレイズで百竜夜行というシステムは、継続されるのでしょうか。ストーリー上必要だと思いますが、残念ながらゲームとしては、あまり必要性を感じないのが正直なところです。エルダドで百竜夜行が起きているという、伏線も間がないので、そこが心配なところですね。百竜夜行が負ければ、マガイマガロは基本的に上がられないはず。それとも、カムガの里で、百竜夜行がなくなったため、新たな秘密を求めて、海を渡るのでしょうか。マガイマガロ、君も一緒に行くかい？新たな世界へ。マガイマガロの特徴で、唯一残念なのは、鬼火のシステムですね。使用によっては、バルハルクの防具のように、需要のあるスキルになった可能性はあると思いますが、惜しかったですね。サンブレイズで、大きなスキル使用変更はないと思いますが、なんとかしてほしい気はします。防弾に関しては、特にライトは悪くない性能なので、言うことはないですが、他の武器はどうなのでしょうか。正直あまり使われているところを見たことがありません。サンブレイズでも出てくれば、武器の派生があると思うので、強化に期待しましょう。ちなみに、サンブレイズで武器種の追加は、さすがにないでしょうか。あれば、プロモーションの時に発表されているでしょうし、さすがにないですかね。あ、大事なことを忘れていましたが、サンブレイズで実装してほしい要素。人玉取りの廃止と、体力増加スキルの復活。これは、ぜひお願いしたいところです。人玉取りは、ライズの目玉システムの一つだと思いますが、完全に失敗している気がします。場合によっては、楽しいパーティープレイを妨げる、要因の一つになる可能性もあるらしいので、どうにかお願いします。さて、これで、フィニッシュです。はい、お疲れ様でした。ちなみに、私は人玉取りを取りに行って、キックされたことはないですが、最短ルートではなく取得に時間がかかったりすると、迷惑に感じる方もいるのだとか。私は、即落ちするよりマシと思う派なので、気になりませんというか、推奨していますが、空気を読むというのは難しいですね。ということで、モンハンライズ1周年と最後のイベントクエスト実装、お疲れ様でした。そして、ありがとうございます。
このクエスト報酬でもらえる対価チケットで、バーブドでも実装されていたブロッサムシリーズの重ね着を作成できます。攻撃にも使える重ね着なので、ぜひ作成してみてください。初見のクリアタイムは10分55秒でした。ということで、イベントクエストというよりもほぼ3ブレイクの考察でしたが、いかがだったでしょうか。超強化個体でもなかったので、苦戦されている方は今までの攻略動画を参考いただければ問題なくクリアできると思います。サンブレイク発売まではマルチプレイや他の武器への挑戦などもしてみたいと思っています。おすすめの武器ややってほしい武器などがあれば、ぜひコメントいただければ参考にさせていただきます。今回の内容が面白かったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。星がまた